はい、皆さんこんばんは。新大阪駅に来ています。本日なんですけれども、2023年7月21日、今日はですね、なんと東海道新幹線の車内チャイムが変更になった日ということでね、昨日前ですかね、7月22日まで、TOKIO のね、アンビシャスジャパンっていうのが、ずっとこれまで、ね、使えて、もう東海道新幹線乗ってる方だったらね、もう馴染みのある曲なんですけども、それが昨日で、終了ということで、ね、今日なんですよ。今日からですね、新しい東海道新幹線の車内チャイム、愛に行こうっていうね、曲らしくて、自分もまだどんなんかちょっと聞いたことなくてね、はい、今回は乗っていくわけなんですけども、20年ぶりに JR 東海でね、東海道新幹線の車内チャイムが変わるっていうことで、一応コロナ禍っていうことで、それでちょっと需要回復を見込んで景気づけようみたいな感じで、 JR 東海が、今回車内チャイムの変更に踏み切ったみたいで、まさに今日は歴史的な、ね、一日になるかなと。何が何でも今日は、ね、東海道新幹線乗らないといけないということで、はい、今日ちょっと用事あったんですけどね、もう今夕方の5時半、はい、17時半なんですけども、何が何でも東海道新幹線今日は乗るぞということで、乗っていきます。新大阪から京都まで一駅だけなんですけどね、だいたい約15分ぐらい、はい、車内チャイム聞きたいだけで乗るんですけども、アンビシャスジャパンはね、昨日でほんまに終わってしまったので非常に残念なんですけど、自分が最後に聞いたのは4月ですかね、博多から新大阪帰るとき山陽新幹線で、その時ね、山陽新幹線、全てがね、アンビシャスジャパンが鳴るわけじゃないんで、車両がね、はい、何乗ってもいいんですけど、何乗ってもいいって言ったんですけど、アンビシャスジャパンはおろかね、会いに行こうもならないやつがあるんですよ。JR 西日本の編成ですね、はいい日旅立ちっていう車内チャイムが流れるんですけど、それしか流れないですよね。そう、 JR 東海の編成だけがここまでアンビシャスジャパンっていう車内チャイムが流れて、今回会いに行こうっていうね、車内チャイムに変わったということで、今日だけはね、JR 東海の編成に絶対乗らないとっていうことで、まずは JR 西日本の編成に乗ること自体がすごいレアというか、なかなか滅多にないことなんですけども、今日みたいな日ですよね。今日みたいに JR 東海の車両絶対乗らないとって時に、ちゃんと確認せずに乗ってしまったら、あれいい日旅立ちが流れたみたいになってしまうんで、そこのところもちょっと見ていきたいと思います。今回新大阪から京都まで一駅ってことなんで、特急券と乗車券なんですけれども、自由席です。乗車券と特急券合わせて自由席だと新大阪から京都まで1450円です。新大阪から京都まで移動といえば、当然ながらね、 JR 京都線新快速に乗れば、29分で行けるんですけど、この区間最速で移動するなら、東海道新幹線が一番早いです。新快速ですら、ね、29分ですら、新大阪から京都までだいたい40キロぐらいの距離離れてるんで、新快速の化け物っぷりっていうのが、ね、実感できます。新大阪始発ではないんですけど、やってきましたね。のぞみ42号東京行き、早速乗っていくんですけども、 N700 のスモール A ですね。でここですよ、ここにちゃんと注目してほしいんですけれども、オレンジのマークは JR 東海の編成なんで、これがこれまでアンビシャスジャパンが流れて、今回ね、愛に行こうが流れて、これが青谷と西日本編成なんで、そういい日旅立ちが流れてことで、愛に行こうもね、流れないって、これ一番要注意ですね。はい、じゃあ早速乗っていきたいと思います。
今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号を東京行きです。途中の停車駅が京都、名古屋、新横浜、品川です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。通車の喫煙ルームは3号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車になります。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。かけ流れましたね。おとなしい感じの音色でした。左側に取り替え車両基地が見えますね。
はい、じゃあ京都に到着しました。いや新大阪から京都まで、ね、約15分ということで一瞬でしたね。いやさすが天下の東海道新幹線、まあ、日本が世界に誇る高速鉄道だなというのは、ね、実感するんですけれども、じゃあ今回は、東海道新幹線の新車内チャイム会いに行こうね聞いてきたんですけれども、そうですね、なんか思ったよりおとなしい音色でしたね。アンビアスジャパンとみたいな、なんかハキハキしてる感じじゃないっていうか、ちょっと落ち着きのあるようなメロディーでしたね。やっぱり東海道新幹線の車内チャイムといえばアンビアスジャパンというイメージが、まあ、これまでずっと聞いてきたんですけどね、もう昨日で終わりということで、そうですね、まあ、ちょっと違和感あったんですけど、まあ、これも日にちが経つにつれ慣れてくるのかなというような、まあ、そんな感じがします。いやね、じゃあ今日からまたね東海道新幹線の新たな時代の幕開けということで、いやほんまにね歴史的な、ね、一日になったんじゃないかなと思います。今日からもうね全部新車内チャイム会いに行こうって、ただ一つだけちょっと気をつけないといけないのが JR 東海の編成だけなんでね、これまでアンビシャスジャパンも会いに行こうも JR 西日本の編成はいい日旅立ちの車内チャイムが流れるんで、ね、流れないということで、そこだけは気をつけないといけないかなと思います。まあ、西日本の編成に当たること自体がなかなか滅多にないことなんで、狙って乗るのが逆に難しいよってところなんですけども、でまあ私事なんですけれども、この度ね今日なんですけれども YouTube チャンネル登録者数が2000人ね突破しました。いや皆さんほんまにありがとうございます。早田が1000人突破してから2ヶ月ちょっとしか出てないですからね、その2000人いくとは思わなかったです。しかも今日みたいな日にね、いや迎えることができてよかったですわ。まあ、ちょっと今日はね軽く言うだけ、また別でそれ話しようと思うんですけど、皆さんほんまにありがとうございます。今後ともよろしくお願いしますっていう感じで、はい、じゃあ今日からね、新車内チャイム会いに行こうに変わったということで、乗りたい方はまあもう今日から、ね、聞けるんでね、はい、乗りに来てみてはいかがでしょうか。いや気に入ってみてはいかがでしょうかでしたね、間違いでした。はい、じゃあそんな感じで動画終わろうかなと思います。ありがとうございました。